方です。ということで今回は TOEIC 初心者の方向けに TOEIC がどんなテストなのかゼロから解説していきたいと思います。ちなみにこれから初めて TOEIC を受けられる方はどれくらいの時間でどれくらいの問題解くのとかどんな問題出るのって多分イメージつかないと思うんですよ。なのでまず前半では TOEIC がどんなテストなのかを知る、そして知った上で後半ではじゃあどんな参考書でどう勉強していけばいいのかを知っていきたいと思います。ということで早速始めていきましょう。はい、では早速前半戦の TOEIC がどんなテストなのかを知っていきましょう。ちなみに TOEIC がどんなテストなのか一言で言うと英語を聞く読むスキルを測るテストです。で、聞くっていうのは流れた英語の音声を聞き取って問題に答えるいわゆるリスニングのことです。で、読むっていうのは英語の文章を読んで問題に答えるいわゆるリーディングのことです。なので聞く読むというリスニングとリーディングの2つのパートから構成をされているテストになります。はい、そしてテスト時間はリスニングとリーディングパート合わせて合計2時間です。で、まずはリスニングを45分間で100問解きます。で、ここで他のテストと大きく違うところはリスニングの音声が1回しか流れないことです。で、リスニングの音声が流れてて、あ、今さっきのとこなんて言ってたかなっていう聞き逃しがやっぱり多くなってしまいます。なので対策をしていく中でも聞き逃さないようにする方法とか、実際聞き逃しちゃった時にどう気持ちを切り替えていくかっていうところを意識しながら対策をしてもらう必要があります。で、このリスニングパートを終えたら次リーディングパートを75分間で100問解きます。でもリーディングパートは圧倒的に時間勝負になります。で、75分間で100問解くので単純計算1問にかけられる時間って45秒しかないわけですよ。で、もう全部問題が単純な簡単な文法問題だったらいいんですけど、リーディングは半分以上が長い長文の問題になります。長い長文の問題も1問45秒しかかけられないってかなりしんどいじゃないですか。なので、まあ、初級者の方から上級者の方までこう時間との戦いっていうのにすごい苦戦をしながらやっているリーディングパートになります。はい、じゃあ実際に TOEIC はどんなテストなのっていうところをお話ししていきたいと思います。で、これ一言で言うとビジネス、お仕事に関係した問題が品質になります。で、どんなパターンが出てくるのかっていうと、例えば私が一会社で働いてる、まあ、担当だとして、じゃあ今から新しく新入社員の方を採用したいなってなった時に求人広告を出すじゃないですか。こんな人たちが応募できますよみたいな応募条件を書いた求人広告あると思うんですけど、それが実際こう英語の長文で出てきたりとか、実際に新入社員の子が入ってきてくれて部署で歓迎パーティーをするような場面が出てきたり、あとはお仕事していく中でいろんな部署との会議をセッティングする、そのスケジュールを組んでる場面が出てきたりみたいな、ビジネスに関係した問題がたくさん出てきます。なのでこう使われる単語とか熟語もビジネスに関係したものが多いです。で、今までこう中学校高校とか大学とかでなかなかビジネスにまつわる英語ってこう学ぶ機会少なかったと思うんですけど、今回 TOEIC の試験ではビジネスをちょっとこう知っていくというか、ビジネスに対する知識とかそれにまつわる単語とかを覚えていく必要があります。はい、でね、ちなみに問題は英語のみで構成されてます。なので日本語って基本 TOEIC の試験を受けてる試験問題とかそういうものに日本語が出てくることって一切ありません。で、リスニングとかも最初に音声1回しか流れませんよとか、一番ふさわしいものを選択してくださいみたいな、リスニングを始めるにあたっての説明があるんですけど、その説明の音声も全て英語で流れます。なので英語オンリーの試験っていうイメージを持っておいてください。はい、で、TOEIC のテストで特徴的と言われるのが問題用紙に書き込みが一切できないっていうところです。で、普通だったらリスニングとかも音声聞いて、あ、ここ大切そうだなと思ったら問題用紙にちょこちょこっとメモしておくと思うんですけど、それが一切できないので、音声聞いて大切そうだなって思ったらそれを頭の中
かで記憶しておかなきゃいけないです。でリーディングもしかりで、長文読んでてやっぱりこう SVO みたいな書き込みたくなると思うんですけど、それができないので頭の中で、まあ、それをねやる必要があります。で初心者の頃は特にやっぱり問題用紙に書き込みができないっていうのを苦戦しがちだと思うので、まあ、問題用紙書き込みできないんだなっていうイメージを持ってちょっと対策をしていきたいと思います。はい、じゃあ TOEIC がどんなテストなのかまとめると、合計2時間でリスニングとリーディングのパートを解きます。リスニングは音声が1回しか流れないので一度で聞き取る必要があるというのがポイントです。リーディングは75分間で100問を解くので時間勝負のパートになります。そして問題用紙には書き込みが一切できないので、長文などで SVO と構文を取っていく際も全て頭の中でやらないといけない、そんなテストになります。はい、じゃあ次にどのように評価をされるのか、評価方法についてお話をしていきます。でこれはもうズバリスコア、点数で出てきます。で英検みたいにこう合格不合格っていうわけじゃないんですね。あくまでリスニングは495点、リーディング495点、合計990点満点中何点ですっていうスコアで出てくるので、そのスコアをどんどん更新していくようなイメージになります。はい、でね、TOEIC をなんで受けるんですかって、まあ、受験理由で本当に多いのがキャリアに役立つからなんですね。例えばまず会社に入りますっていう段階の就職だったり、じゃあ入ってからの昇進昇給とか、いや違うところの会社に行きますっていう転職みたいな、そういうキャリアの場面で TOEIC のテストって本当に評価をされやすいので、まあ、キャリアを切り開きたいっていうそういう理由で受けられる方がとっても多いです。はい、ということで今回は TOEIC がどんなテストなのかをゼロから解説していきました。後半の動画ではどんなテストなのかを知った上で、じゃあどういう参考書でどんな対策をしていけばいいのかを語っているので、ぜひそちらもご覧ください。これから一緒に TOEIC 試験に向けて勉強頑張っていきましょう。では